平成も残すところあと4ヶ月。新しい時代がもうすぐ始まります。そこで今回は前回に引き続き昨年1年間の杉並区の取り組みを振り返り、来るべき新時代の歩む道を探ります。今回は平成30年の区政の取り組みの中から主にスポーツと文化に関する話題をご紹介します。いよいよ今年9月にはラグビーワールドカップが、そして2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が近づいてきました。こうした中、地域の健康増進の拠点となる永福体育館が開設されました。この体育館にはビーチバレーボールの国際的な基準を満たした屋外ビーチコートが設けられています。永福体育館の石井さんにお話を伺います。オープンした後、利用者の皆さんからはどういった声がありますか？はい、もともと小学校だった体育館ですけども、きれいにリニューアルされて、大変気持ちよく使わせていただいてますっていう声をたくさん聞いています。後ろ見ますとビーチになってますけど、はい、非常に珍しいですよね。そうですね、ビーチコート、この東京都の中では大田区について、2番目のビーチコートになりますけども、いろんな種目をですね、近場で楽しめるということで、大変にぎわっていて、私としても大変嬉しいです。今後どういった方にどのような形で楽しんでもらいたいと思いますか？はい、周りが住宅街ということもありますけども、小さいお子様から、それからお父さんお母さん、それからおじいちゃんおばあちゃんと一緒に、いろいろなスポーツを楽しむ、そういった施設になっていってくれたらいいなというふうに思っています。大学でありますとか、たくさん学校もありますので、そういった方たちが気軽に来てスポーツを楽しめる場所になってくれたらいいなと思います。11月には区のオリンピック・パラリンピックスポーツアドバイザーに元バレーボール日本代表監督の南部雅史さんが就任しました。南部さんにはバレーボールを通して培った経験を生かし、ビーチコートの活用や事前キャンプの誘致などに協力していただきます。杉並区の戦前戦後の歴史を知ってもらい、後世に伝えていく取り組みも積極的に進めました。近衛文麿の旧宅、敵外荘の復元と、満州国に嫁いだ愛新覚羅ヒロの生涯にスポットを当てた企画展の開催です。歴史の転換点とも言うべき重要な会議が行われ、建築物としても高い価値を持つ敵外荘。しかし、会議が行われた客間を含む建物の一部は、昭和35年に豊島区に移築されました。これを再び元の場所に移送し、本来の状態に復元するプロジェクトが10月に始動したのです。文庫本敵外荘に残っているのは、近衛家の皆さんが、プライベートで過ごされたところが残ってまして、重要な建物部分はこちらに残ってましたので、それを今度戻すことによって、完全なものになると。当時あったそのままの、建具ですとか部材ですとか現地に戻すわけですから、まさしくその当時のこの雰囲気というか、皆さんに体感していただけるんじゃないかというふうに思ってます。区民のものだけではなくてですね、国の歴史的文化的な、貴重な遺産でございますので、昭和16年頃の重要な会議をしていた時代の姿に戻すことを計画しております。当時の雰囲気と感じていただきまして、思いを馳せていただければと、そういった空間を作っていきたいと考えております。敵外荘は貴重な歴史遺産として、ふるさと納税を活用し、復元整備を進めています。区のふるさと納税には、日本フィルハーモニーの演奏を被災地に届けるメニューも用意しています。満州国の皇帝溥儀の弟溥傑に嫁ぎ、日本と中国の架け橋として
波乱に満ちた生涯を送った愛新覚羅ヒロ。その人生をひも解く特別展を開催しました。今回は杉並区が新たに入手した21通の書簡を初公開し、ヒロの揺れ動く心情を感じ取ることのできる展示内容となりました。とうとう諦めて、私は死んだつもりで国のために結婚しなければならなくなりましたの。決心と覚悟がつきましたので、この頃はまた元のように朗らかになりましたから、どうぞご安心遊ばして。心残りなのは、私がいなくなると祖母がさぞ心細くなるだろうと思って涙が出てまいります。この場所で車に乗り込んで結婚式の会場となった軍人会館へ向かわれたということなんですけれども、地域の方たちが旗を振って沿道にたくさん並んで見送ってくださった、その光景がずっと胸に残っていて、その後の人生の励みになったというふうにヒロさんおっしゃってます。その他では波助など杉並ならではの図柄をあしらったナンバープレートの交付が話題となりました。平成に続く新しい時代の幕開けとともに、国際的なビッグイベントが予定されています。区内にも多くの外国人が訪れることでしょう。杉並区ではこれからも魅力的でにぎわいにあふれた街、安全安心な街を目指して取り組みを続けてまいります。